新型コロナ感染の石田純一、肉声コメント寄せる、一緒に乗り切れたら。新型コロナウイルス感染を公表した俳優石田純一66が16日放送の文化放送斉藤和美ニュースワイド先取りかつ金吾さん32油断してかかるものじゃないかもしれないですけど、やっぱり気をつけて気をつけて、それでもなおかつもう一回気をつけて一緒に乗り切れたらいいなどと肉声コメントを寄せた。石田の所属事務所によると、石田は4月10日に仕事のため沖縄へ行き、翌11日に体がだるく感じ、13日に東京へ戻るまでホテルにて休息を取りっており、その間発熱や咳の症状はなかったと説明。しかし14日病院にて肺炎の傾向が見られたため入院となり、 PCR 検査を受けた結果15日に陽性と確認された。妻でプロゴルファーの東尾治氏44は15日夜、自身のブログとインスタグラムを更新。主人の石田純一が昨日入院し、本日新型コロナウイルス陽性の診断を受けましたと改めて報告し、このことで関係各所の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます、本当に申し訳ございませんと謝罪。続けて自粛要請が出て以降、最小限の外出に留め自宅で過ごしてまいりましたが、私も子供たちも濃厚接触者となりましたので、これから2週間は外出せず自宅待機いたしますとし、現在子供も私も症状は出ておりません。また医師保健所の指示で検査も受けておりませんと記した。続けて家に残る家族は体調管理と健康観察士を日々行いながら、主人が1日も早く回復するよう頑張ってくれることを祈っておりますと綴り、最前線で検査や治療に携わってくださっている医療関係者の方々にさらなるご負担をおかけしていることを大変申し訳なく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいですと伝えていた。石田は2009年12月12日に東尾と結婚、12年11月に長男リスグルロー君、16年3月に長女青葉ちゃん、18年4月に次女つむぎちゃんが誕生している。なお石田は最初の妻との間に石田一生45、前妻の女優松原千明62との間にタレントのすみれ29がいる。